ども改めて今日の決勝の見どころを教えてください。そうですね、今回はポルシェパワートレーンというかポルシェユーザーがとても強くて、はい、そうですね、はい、ちょっとメルセデスが逆にちょっと逆に下位、予選で言えば、6位8位とですね、はい、沈んでるので、で新しく、まあテチータがセットで2人ともですね、はいはい、結構力強いっていうのも今回の、印象ですよね。4位5位、はい、はい、僕が期待したいのはもうようやくロッテラ勝つんじゃないかと、サマでスタート、はい、そうですね、いいところにいるし、で実際予選ちょっと失敗したけど力はすごくあった、はい、でポルシェは実はセットアップがとても良くて、はい、テクニカルセクションが早いですよね。そうですね、くねくねってところはで稼いでて、でメルセデスはやっぱりパワーのメルセデスというか、はい、ストレートエリアの長いところでは圧倒的に速い。そうですね、相変わらずメルセデスのパイオニットは素晴らしいんですけど、ポルシェのここの仕上がり具合というかこのサーキットに合わせ込んできてるのはすごいので、ロッテラーの初優勝、何かく未だに初優勝してないっていうのが、ポルシェそのものが勝ってないっていうところがありますよね、はい、ちょっとその辺を期待したいなと思います。はい、そしてメルセデスのパワートレーンを使っているモルタランが2番手でチャンピオンシップリーダーというところも注目ですね、はい、うん。